はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今日はクリスマスの、クリスマスですね。25日ということで。まあ、特にやる企画もなかったんで、ね、買っておいた、黒ビール、生ビールの黒ビールを、飲み比べようという、ね、企画を、ね、やろうと思います。まずは、キリンの一番搾りスタウトです。そして、アサヒの、ドライブラック。そして、プレミアムビールの、エビス、プレミアムブラック。そして、最後に、サントリーのプレミアムモルトの、黒。ということで、まあ、生ビールで、今、現存、売ってる、まあ、四大銘柄かな、という感じでしょうかね。うん。キリンに、アサヒに、札幌に、サントリーと、四社。ちょうどね、四社の、ものということです。アルコール度数が、一番搾りスタウトは 5%。そして、ドライブラック、は何パーセントこれが 5.5%。ちょっと高い。で、エビスが 5%。プレミアムモルツが 隠さないでくれよ。度数は結構重要だぞ。お、5.5% ですね。ということは、ドライブラックと、プレミアムモルツが、5.5% と若干高いとなってまーす。それでは飲み比べていきましょう。とりあえずまずは、普通のプレミアムじゃない、この、アサヒとスタウト。ね。結構原材料の違いも出てくるんではないか。キリンの、スタウトは、原材料がバクガとホップ。で、アサヒのスーパードライの方が、バクガエキスとホップと米とコーンとスターチ。いろいろ入ってます。それじゃあいただきます。乾杯。薄い。ほとんど濃くないね。うん。目つぶって飲むとこれ、黒ビールじゃねえんじゃねえかって。思うレベル。なんだこれ。ほろ苦さっていうのもほとんどないですね。これが黒ビールなのかっていうのがびっくり。それでは一番搾りスタート。うん。もう明らかにこっちはね、黒ビールっていうのが、もう、一目瞭然。もう、順位としてはこっちの方がはるかに上です。てか、マジでこれドライブラック全然味しねえぞ、これ。これ本当に黒ビールこれ。色だけつけたんじゃないのっていうレベル。世界の常識を変える辛口の黒ビールって書いてある。いや、常識云々じゃなくてさ、せめてさ、常識云々とかじゃなくて、もうちょっとさ、
黒ビールっていうのは何なのかっていうのをこれ勉強した方がいいぜ。マジで。これ本当に俺鼻つまんで飲んだら、目つぶって鼻つまんで飲んだら絶対わかんないわ。ん？あ、ビールですねって答える、普通に。あ、ビール、うん、ビールだわって答える。今現在これ鼻つまんでないけど、あの黒ビールかどうかも、今現在でも怪しい。ん？って、黒ビールっていうか、本当に香り弱いっていうか、ほぼない香りが。あの、ほろ苦い香り。スタートこれ、あの、すごい。あの、なんだ、コーヒーっぽい。コーヒーみたいな、焙煎されてる。何かの香りがする。もう、焙煎香がすごい。焙煎ニンニクで。もう、焙煎ニンニク香ばしいってやつね。ただ、あの、ちょっと酸味が強い。コーヒーのような酸味が。うん。まあ、黒ビールだとこれだろう。それでは、プレミアムモルツ。と、エビス。まあ、これエビスでしょ。多分。多分エビスでしょ。原材料が、プレミアムモルツは麦芽とホップ。で、エビスの方が、俺、エビスの黒久々に飲むな。麦芽とホップ。同じですね。原材料はほぼ同じ。というか、まあ、同じ。とりあえず、まずいものからちょっと飲んでみよう。まずいであろう。ああ、まあ。うん、まあ、プレミアムモルツ黒、薄いけど、まあ、ドライブラックよかは薄くないわ。うん。ドライブラック飲んだ後だとすげえ、あ、黒ビールだわってなる。あ、プレミアムモルツの黒って黒ビールだったんだっていう。うん。じゃあ、エビス。うん。なんか、うん。うん。あの、スタブというか、酸味がない。うん。ただ、香りもない。ちょっと、あんまりない。スタウトが一番香り強いですね。うん。うん。エビスの黒もまあまずくはないけど。スタウトがやっぱ強烈だな。香り、味ともに強烈。うん。でもなんかスタウトまずくなってる気がする。これ昔もっとうまかった気がするんだけど。こんな酸っぱかったっけ？うん。なんか酸っぱいな。酸味が強い。うん。そう思うとこれプレミアムモルツの黒は案外美味しいんじゃないか。いや、でもちょっと酸っぱい。まあ、順位付けするならば、こんなところか。エビスが1位、2位がスタウト、3位プレミアムモルツ、4位もうこれはもう、最悪。黒ビールじゃないレベル。アサヒ。スーパードライ。もはや黒ビールじゃない。うん。
もはや。もはや多分黒ビールですらない、これは。うん。黒ビールってやっぱこう、さ、普通のビールと違ってさ、焙煎のさ、香ばしい。っていうか、ローストの麦芽の味がするわけじゃないですか。苦いっていうか、ほろ苦い。それがほぼ全くしないもん。何これって言ってみる。これカラメル色素かなんかで味付けてんじゃねえかなって思うレベル。うん。うわ、ちょっとあれだな。ビール4本も開けると、ほんと1本だけでもさ、結構俺、すぐゲップが出ちゃうんで。ポンポンが膨れてくるぜ。腹が膨れてくる。すっげえ。うわ。でも、一番絞りスタートもっとうまかった気がするんだけどな。おかしいな。なんかまずくなってるな。また味落としたか。確か上面発酵になったはずだから、うまくなったはずなんだけど。それで飲んだときはうまくなったってなって、飲んだときはうまかったんですけど。こんなまずかったっけ。まあでもあれですかね。スタウトビールだってやっぱギネスが一番っていうよりまあブラック、黒ビールだとやっぱり、ね、エビスじゃねえ、ギネスがうますぎるんだよな。マジで。あとほら。スタウトっていうか、なんだっけ、アサヒスタウトっていう。あれもうめえよね。アサヒスタウト。うん。アサヒスタウトめちゃくちゃうまいよ、あれも。あれもギネス級だよ、あれは。ギネスレベルのうまさ。アサヒスタウト。ねえ、これただどこにもほぼ売ってないんで。いや、でも山屋に売ってたな。たっけけど、これ。瓶のやつ。アサヒスタウト。これむちゃくちゃうまいよな。うん。あのね、度数が高いね。8% って、やけに高いんですけど。この高さがまたいい。このね、パンチのあるね、この度数でね、がね、また、すごい。うまいんだよな。この 8% っていうのがでかい。この度数がね。この朝日スタートは本当にね、うまい。うん。うん。これはもうぜひ飲んでもらいたい。朝日スタート。まあ、香りとか、なんていう、風味に関しては、多分、ギネスの方がうまいんだけど。でも、それ以上に、パンチがある。のが、アサヒスタート。です。まあでもこのエビスブラックも別にそんなにうまいってわけじゃないんだよな。癖がなんか雑味がないだけで風味として強いかっ
ていうと別にそんな感じでもないんだよ。一番やっぱ風味が強いのはこのスタウト一番搾り。これが一番なんか風味は全体的に強いですね。まあ今日が、クリスマスということなんですが、新潟県、雪降っておりません。昼間あたりになんかね、あられが降ったんですけど、今年はなんか、多分暖冬なんかな。全然ね、雪降らないです。よかった。あったかい。あったかいっていうか、他のあれに比べると、年に比べるとね、全然あったかい。雪降ってねえもん。今まで今年全然雪降らなかったな。1日か2日ぐらいしか雪降ったん見たことない。ね。うん。積もりもしねえし。もうスノータイヤが仕事してないんです。まあいいんだけどね。仕事しないのが一番いいんですよ。はっきり言って。ほんとに。ほんとな、雪降るとな、30キロぐらいでさ、走行しなきゃいけないから、嫌なんだよ。ああ。うん。うん。いいね。ああ。一番搾りスタウトか。うん。一番搾りスタウト、このなんかまずくなったな。なんか、このさ、色がさ、赤色と金色と黒の時よか、この赤じゃなくて、金色と黒の時が一番うまかったね。まあ、出た当初っつうか、リニューアルした当初。上面発酵になってから、今はあんまなんかうまくなくなったな。キリンの一番搾りスタウト。一番搾り製法が引き出す深いコクと華やかな香り。これなんか怪しいぞ。これ本当に上面発酵になったのか。怪しいな。確か上面発酵になったって聞いてたけど、まだ戻したのか、これもしかして。一番搾り製法により、素材の旨味を最大限に引き出しています。あれ、上面発酵とか書いてねえの？あれ？怪しいぞ。これ前、1年前か2年前か3年前ぐらいに、あれ、上面発酵ってなったって聞いてたんだけど。あれ？これ怪しいぞ。キリン、まさか、また戻したんじゃないの？まさか。嫌な予感がするな。スタウトリニューアル、2013年の1月11日。スタウトにリニューアル、一番搾りスタウトが上面発酵にって書いてあるけど、これ2013年の2年前だから。いや、3年前ぐらいか。約3年前。使用酵母が仮面発酵酵母から上面発酵酵母に変更することが分かった。なってるんだけど、このなってから俺飲んだんですけど、うまかったんですよ。なんか怪しいな。戻ったんじゃないのこれ。
スタウトっていうのがもともと、ビールの種類がスタウトっていう種類があって、代表的な銘柄がギネスなんですよ。だから、で、普通の日本のこういう黒ビール、プレミアムモルツとか、こういう類。これはシュバルツなんですよ。うん。シュバルツっていうのが、これ仮面発酵ビールなんです。まあ、いわゆるランクっていうか、うまさが全然違うんだよな。はっきり言って。結局さ、そういうことなんだよ。うん。だから、スタウトって呼べるビールになって、うめえって、それで飲んでうめえって言ってたんだけど、おかしいな。おかしいな。なんか怪しいぞ。常名発酵でないスタウト。日本における規約では、特に常名発酵ではならない、なければならないという規定はなく、例えばキリンビールの一番搾りスタウト。括弧2013年2月6日にリニューアルされる前は、札幌ビールのエビススタウトクリーミートップは仮面発酵であるが、規約による条件を満たしているため、日本においてスタウトの名称を使用することは法律上全く問題はない。と書いてありますね。うん、ちなみに、アサヒスタウト、さっき言ってた、うまいって言ってた、瓶のやつは、常名発酵です。常名発酵なんで、普通にスタウトって、OK。でも、一番搾りスタウトはリニューアル後は、常名発酵になってるって書いてあるけど、ほんとかな？なんか全然、こんな味だったかな。わからん。なんかまずくなってるのは間違いない。間違いないんだが、なんだろう。わからん。書いてないから。戻したとも書いてないし、やっぱスタウトなんですかね。まあ、にしたって、なんかうまくね。こんなうまさじゃなかった。はずなんだ。わからん。このなんかわざとらしい香りがなんか、って感じはするけど。わからんね。あ、もうお腹がいっぱいだ。もう俺お腹いっぱい、もう。こんな、もういっぱい。うん。まあ、とりあえず、まあ、ちょっと難しいけど、ちょっと怪しいね。このスタウトもね。ちょっと微妙な位置だね。順位付けとしてこんな感じにしとくか。エビスがうまくて、まあ、2番目3番目がどっちでもこれいいわ。スタウトでも、プレミアムモルツでもええわ。ちょっと、まずくなってるということを考えて、なんか、微妙なんだよな、スタウト。確かに香りとか強いんだけど、なんかわざとらしすぎる。ちょっと微妙。で、まあ、ドライブラックはこれもう、論外。って感じでしょうかね。まあ、メリークリスマスと言いたいところなんですけどね。
まあ別に、特に、まあクリスマスだから、ねえ。まあ昨日クリスマスイブだったんで、とりあえずチキン食って、食ったんですけど、やっぱチキンはあれだね。あの、セブンイレブンのチキンを食ったんですよ。普通にあの、なんだ、ケンタッキーのチキン食いたかったな。ケンタッキーのチキン今の時期売ってないんですよね。今の時期っていうか、あの、クリスマスとか、当日に前、去年買いに行こうとして、ってか買いに行ったら、売ってなくて、高いあの、10個パックとかのやつしか売ってない。なんじゃそりゃ。で、俺普通に行って、あの、2本ぐらい買って帰ろうかなと思ったの。普通に。そしたらね、だから10個パックとかでかいやつしか売ってなくて、2000円とか1000円のやつしか売ってなくて、はぁーと思って、もう普通にそのまま俺、何にも買わないで、それ買わないで外出て、で、そこら辺のセブンイレブンでチキン買って帰ったんですよ。ふざけんなよって。なんでお前、ケンタッキーなんてお前、その日ぐらいしか行くことねえだろって。それなのにさ、ね？その日売ってねえんだもん。まあ、ということでね、皆さん。まあまあ。クリスマスイブ楽しんで、違う、クリスマス楽しんでください。ということで、ご視聴ありがとうございました。